皆さんおはようございます。本日もお時間いただきありがとうございます。諸説あるようでございます。諸説ある話を本日もお楽しみください。何から話そうかな。今日はとりあえずこの完成したハッピースクラップ編みの靴下の反省について反省点について話したいと思います。反省はねし始めるとキリがないんですけど、まず1個大きな反省点はもう見てすぐあーってわかると思うんですけど、ここ筋が入っていますよね。これはここの部分だけきつく編んじゃったっていうことなんですけど、もうね目を見てもらえればわかると思うんですが、ここだけねやっぱちっちゃいんですよね。目が見えるかな、ほらこことかすごいわかりやすいと思うんですけど、本当にちっちゃい目が見えないぐらいになっちゃっているいますよねこれはここで全部私糸替えをしたんですよ。まゆみさんがハッピースクラップ編みよくやってらっしゃる、あのそっくりたまゆみさんがいつも三目ずらしでやってらっしゃるんですけど、なんかここが釣れちゃうからなんとかって確か言ってましたね。そういえばちゃんと聞いてませんでした。で私はあの三目ずらしとかもうなんだろうできたかもしれないけど忘れちゃったら嫌だなと思ったので、毎回同じ場所で糸替えをして色を変えていったんですけど、まあこんなことになっちゃいましたね。結構くっきり跡がついています。履くのに支障はないじゃないんですけど、これ自分用なのでよかったっていう感じです。でこっち側糸替えをした側はこうなっているんですが、裏側は綺麗です。線もなく、これがあるべき姿ですよね。で柄もすごくね私は個人的には気に入ってます。綺麗だなって思ってます。まあねそりゃ好きな毛糸を適当に組み合わせただけで好きな毛糸なので好みの感じになるかなとは思うんですけど、はい満足です。でねまだこの裾履き口の糸処理はしていません。ほらしてない。でねこれねちょっとだけなんか素人のくせに無駄になんかトライしてみたってか、なんとなく思いついてやってみたんですけど、まず なんでちょっと工夫してみたかっていうと、前回の靴下ぴったりでした。履いてみた感じで、それは 2.25mm の今回編んだ針の太さよりもちょっとだけ大きいやつで編んでぴったりだったんですね。で今回は 2.1mm のものでやっているので、全体としておそらくきついんですよね。まあ履いて実際ちょっときつかったんですけど、それで履き口が前回ぴったりだったけど履き口だけちょっときつくて、あー難しいな加減がと思っていたんですね。で今回もしかしたら入らなくなっちゃう可能性もあると思って、なんかね一段裏編み私ちょっと緩くなりがちなので、裏編みでこう緩めに編んだ後に表編みで戻して伏せ止めしたって感じですね。もう履いたら履けたんですけど、それでもやっぱまだちょっと履き口についてはきついかもって感じ。あのこのかかとのところこうの一番長くなるところに到達するときにちょっと丁寧に履かないとちぎれそうっていうぐらいです。まあ実際ちぎれませんけどね。あとは何でしょうか。なんか反省点あったかな。あとまあそのサイズ感の話になるんですけど、 2.25mm で編んでた時は綺麗に履けていたものが、これだと本当になんかフィット感はいいんですけど伸びるので、でもねこのハッピースクラッピー編みって伸ばして履くとちょっと可愛くない気がするんですよ。こうやってやってるとこのストライプボーダーか
ボーダーの編み地が変わっていく様子が分かってポップで可愛いなと思うんですけど、こう履いて伸ばしちゃうとちょっとねその感じが薄まって、ただのなんかそこハッピースクラッピーっぽさがなくなっちゃうっていうか、わかりますか？そう、ちょっとね柄がぼやけちゃう感じがしましたね。なのでハッピースクラッピー編みで靴下を編むときは、これは自分のね反省ですけど、ちょっと大きめに編んでいきたいかな。大きめに編んだ分、まあでも緩くなっちゃうのも良くないので、ここだけこの足のなんていうのかな、中頃脱げないずれないようにここだけ、リブ一目ごまみでリブにしてもいいと思ったし、はい、そんな感じです。反省はこれぐらいでも、まあ全体的に柄はすごい気に入ってます。可愛くないですか？個人の好みだと思うんですけど、私は両方とも初めて買ったソックヤーンで、両方ともね一目惚れして買ったものだったので、一目惚れっていうか、まあ、片方ちょっと無難かなっていう守りに入ったネイビーのやつなんですけど、二つとも気に入ってて、何の冒険でもない個人的に好きな色同士を合わせて、まあ、最初ちょっとドキドキしてたんですけど、まあ、ここら辺まで編んだら、え、かわいいじゃんってなって、はい、このよいしょ、この今回使った毛糸そのまま編むとこうなるんですけど、本来ここのしましまっていうのかな、ブツブツみたいに模様が出てくるところが他の毛糸と合わさることによって、なんか面白い模様になって、ここのことなんですけどこれはなんかちょっと気に入っている箇所です。でもここが足首にあったら可愛かったかな、ポップで。これもでもそうですね、水玉みたい、水玉とは言わないけど、柄が伸ばされることでなんか違う変身した感じがしますね。はい、そんな感じでございます。あと、あの先日お話ししたエアコンが壊れて死にそうだったって話なんですけど、エアコン変えてもらって、でね、エアコンが今まで私賃貸に住んでいるので備え付けの結構年季が入ったものだったんですけど、すごく綺麗なやつになって、もうね空気が綺麗な気がするんですよだからもう届いたその日はエアコン浴をしましたエアコンの前に座ってってやるんですよ。はい、すいません、くだらない話をして。でもとにかく嬉しかったのと、この夏は安心安全な室内環境をゲットしましたというご報告です。で、そう、まゆみさんも3メートルずらすってどういうことなんだろう、ちょっといまいち分かってない。今日この動画でやりながら進めていこうと思ったのに、そう、今ね2足目のつま先を編み始めました。でね、余り糸なので全然柄が違うんですよ。これ同じ毛糸で編んでるんですけど全然違うスタートになっちゃった。こっちでも可愛い、なんとなく好きです、このパキッと変わる感じが。こっちこうしましまのなんかゼブラみたいな柄で始まってるけど、暑い。何話そうかな。てかこれをやるかどうかちょっと悩みどころ。ちょっとまゆみさんの動画を研究して三目ずらしてやった方がいいかしら。でもな、三目ずらしでやってこっちだけ引きつれないで出来上がったらきっとサイズ感が変わっちゃいますよね。ちょっと今回のペアは
ボボがきつくならないように努力しながら編むぐらいで、前回と同じ編み方でやりますかね。そうしましょう。そう、暑いって言っといてあれなんですけど、なんか最近ものすごくね、辛いものが好きで辛いもの、うん、苦手、もともと苦手ではないんですけど、そんなに好んで食べるタイプではなかったかなどうだろう、人誘われれば友達と食べに行くぐらいだったんですけど、あの中国系のシビ辛系のね、食べ物が大好きで、数年前に火鍋にハマって、で火鍋熱は冷めたんですけど、その後その辛いもの好きの人からいろいろと知恵を授かり覚えてしまって、美味しいお店とか教えてもらったりで、深夜とかにも食べたくなるんですよ、辛いものが。で、私は他の全然編み物関係ないけど、 YouTuber さんとかが深夜に辛いカップ麺みたいなのを食べてるの見て、その気持ちがよく分かってなかったんですけど、これまでは。あ、これ喋ってる間に糸始末しちゃおう。そう、あの辛いものをね、深夜に食べたくなるっていう気持ちが私は分からなかったんだけど、なんかね、分かるようになっちゃったそれで、どこで聞いた話だったかな、あのね、韓国の辛ラーメンっていうよく売ってるラーメンがあるんですけど、それがね、それをすごいおすす大好きっていう人がね、どっか東村明子先生だったかな、私あの漫画家の東村明子先生のラジオをよく聞いていた時期があって、まあ、今も更新されれば聞くんですけど、で彼女が一番うまいみたいなこと言ってたから食べてみたら、で正直私はそこまででもないと思ったんですよ。普通の日清のカップ麺の方が砂なんていうのか安っぽい味って言ったら失礼だけど、あのジャンクな感じがまあ楽しいかなって思ってて、で辛ラーメンの味はなんかよく分かんなかった、正直辛いだけと思ってたんだけど、昨日あのコンビニで辛ラーメンのカップ焼きそば、焼きそばあれ焼きそば味ではなかったけど、なんかね、辛ラーメン焼きそばってやつが売っていて、それが美味しかったんですよね。あれまた買っちゃいそうなぐらい。なんだかな、なんかね、甘いんですよね、ちょっと。だから焼きそばって言われると、え、これ何ってなっちゃうかもしれないんですけど、でもね、美味しかった。辛さがね、ちょうどいいの、ちょうど泣かないぐらいちょうど泣かないぐらいなので、もちろん辛いもの苦手な人は食べれないものだと思います。辛いです。でもちょっとガツンと辛いものでヒリヒリしたいなって時にすごい良かったです。まあね、焼きそばなので、スープ、辛いスープに入ってるラーメンじゃないので、辛みがね結構残っているのかもしれない。はい、おすすめでございます。おすすめでございますって言っても、私の好みが皆さんの口に合うかは分からないんですが、辛いもの好きの方、もしコンビニで見つけたら試してみてはいかがでしょうか。私あんまりね、カップ麺をね食べないで来たんですけど、
最近ね、ちょっとね、仕事などのストレスで解禁してしまっています。まあよく体には良くないだろうし、栄養もないのかもしれないんですけど、なんかや実家で禁止されていた食べ物でもあるので、なんかやってやったぜ感があるんですよね。え、これ大丈夫かな。ちょっとちゃんとした糸始末の方法をね、教わった方がいいかもしれない。あまりにも自己流でやりすぎて。要は抜けなきゃいいんでしょっていうスタンスでやっているので、ガチガチだったりするんですよね。こんなもんか。ちょっとだけ吐き口に向かって大きくなっているの分かりますか。数段だけでもやっぱペロってなっちゃうな。イメージと違う。仕方ない。まあいいでしょう。あ、そういえばこれあのヤーンカッターって言って糸を切るものなんですけど、この溝にそれぞれ刃があって、多分丸いカッターが中に内蔵されてて、この溝に糸入れれば切れるっていう代物で、ペンダントトップみたいになっているものがあるんですね。ヤーンカッターって言います。でこれがもともとはクロバーの匠の輪針セットにしかついてこないって、まあいろんなね、YouTube 編み物系 YouTuber さんがおっしゃってたんですけど、私これ普通あのセットじゃなくて普通に単品で買いました。今はだから売ってるのかもしれない。しかもね、あのネットでどこで買ったかな、楽天かアマゾンしか使わないのでどっちかなんですけど、調べてもらえば多分出てくると思います。いくらだったかな、700円とかだったかな。結構安く買いましたね。これあのまあ、切り口はこうやってこんな感じ、もさってするんですけど、若干ねスパッて切れるわけではない。こそう、切り口がね綺麗かどうかって言われたらそうではないかもしれないんですけど、私見えなきゃいいと思っているので全然これ使って切ってますね。はい、辛いものの話だった。そういえば辛いものハマっちゃった。この夏はいっぱい食べちゃうかもしれない。ただでさえな汗かくのに、なんで好んで汗かくヒーヒーしながらダラダラの日本語おかしくなっちゃった。この暑い中ただでさえ汗をかくのに辛いものを食べ、ヒーヒーながらダラダラ汗を流すなんて、ちょっと前の私からは信じられないんですが、ハマってしまいましたね。あ、でもカップ麺は食べないかな。あ、洗濯物ができた。なんか毎回どこの動画撮りながら洗濯物の音させてる気がする。はい、どうしようかな。この動画とりあえず終わっちゃおうかな。悩ましい。まあ、でもこの一足編み終わった反省動画っていうことで終わりたいと思います。ちょっと雑談の方が多かったですが、まあ、諸説あるよといえど、辛ラーメンの焼きそば味がコンビニにあることは嘘ではなく事実ですので、ぜひ、あ、現在2022年の6月28日ですね。はい、その時点で都内では発見されましたので、もしタイミングが合えば、そして辛いものが好きだったらお試しください。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。
また次回の動画でお会いいたしましょう。